フににある佐々木ファームに来てみました。ここはですね小高い丘の上にあるような感じなので景色がすごくですね、綺麗に見えるので去年初めて来た時ですねすごく気に入りました天気がいいとですね、正面に十勝岳そしてですね富良野の畑の景色ですねこれがですね非常に綺麗なのですごくいいポイントだったんですけれども残念ながらですね今回来てみて気づいたんですが閉園となっていました ラベンダーの畑もですね、動画でこう見てわかるようにですね、すごく広くて、花もいろいろな種類があるのですごく綺麗な中、散歩できてですね、いい場所だったんですけれども、残念ですね。で、お土産買ったりですね、できるコーナーとかですね、あとちょっとしたスイーツなんか食べれる場所もあったので、その辺はですね、あの少し食べ物も楽しめるような感じで、近くにですね、 ファーム富田あるんですけれども、そちらのようにですね、大掛かりという、か、もっと大きい規模のですね、お土産だったり、あのー、スイーツ食べたりするコーナーはこちらにはないんですけれども、綺麗な景色がすごくですね、見れて、で、ファーム富田の方はですね、いつも混んでたんですけれども、こっちの方はですね、それほど混んでなかったということもあったので、ゆっくりですね、花とフィーラーの景色をですね、見ることができて、すごくいいポイントだったんですけれども、平園ですね。 ちなみにですね、ここの佐々木ファームですね、8種類のラベンダーがあの栽培されてまして、種類はですね、陽ウ花イ、ハ小紫3号、岡紫4号、岡紫白、成沢、小紫ピンク、ラバンジンというですね、この種類が、えー、こちらの方で栽培されているようですで。こちらのラベンダー畑ですけれども、およそですね、 6ヘクタールほどあるるでですす。ね、この敷地になっているそうですで今回ここに来て閉園ということが分かったので一応ホームページに見てみたんですけれどもホームページの方ではですねラベンダーの苗木なんかはですねまだ販売しているようですのでこちら農園の方は閉園してるんですけれどもそういった苗木などのですね、販売はしているようなので 自宅でラベンダーですね、育てたいとか、そういうのありましたらですね、こちらの方のホームページ見て、自分の欲しい種類もしあったらですね、購入してみるのもいいんではないのかなと思います。あとですね、ここの佐々木ファームとはちょっと関係ないんですけれども、ここのすぐ近くにですね、六花山荘というですね、レストランありまして、そこがですね、すごく食事も美味しいですし、スイーツもたくさん出てきてですね、とてもいいレストランがありますので、もしですね、気になる方は、 あの別の動画で私撮ったものがあるんですけれどもそちらの方ですね下の方にリンク貼っておきますのでそちらの方を見てみてください六花山荘ですねあの六花亭でやってるレストランになりましてここのフラノの場合はですね林ライスかカレー選択できてあとサラダとかですねスープとか出てきてあと最後にですねデザート出るんですけれどもあのデザートがですねあの食べた時はですね3種類も出てきてですねとてもおいしくて 種類もですね3種類も出てきますのですごくですね満足できますスイーツが好きな方はですねすごくおすすめですし店内もですね全部予約制になってますのであのー、周りとのですねあの空間がですねある程度距離が保たれていてすごくですねゆったりとした空間の中で食事とれますし目の前にですね もう森のような感じで木が生い茂っているようなところにレストランがありますので自然のですね、雰囲気の中で食事できるというのもですね、すごくいいポイントです富良野で食事ですね、考えるときにはですね、事前に予約してですね、行ってみるとですね、楽しめると思います。